はい、皆さん、こんにちは。アルジェント研究会の矢沢です、えー。今回はですね、アカデミー賞とホラー映画監督、えー、についてですね、お話ししてみたいと思います。まあ、アカデミー賞というのはね、あの、アメリカ。 のの最高と言いまますかねあ映画業界で最高峰の賞と言ってもいいのかなと思いますけども、まオスカーと呼ばれるものですね。まそこがですね、まいろんな映画がね、撮ったり、主演男優賞とか、監督賞とかね、最優秀監督賞とかってありますしですね、最優秀作品賞というのも当然あるわけなんですけども、いろいろとね、あのアカデミー賞を取るとね、その後の興行成績に影響したりですね、まそんなことがあったりね、日本映画だとこうアニメーションなんかがね、 入っていたりすることもあったりですね。まあ、あの、その他ね、まあ実写も最近はね、時々ね、あの、アカデミー賞の候補になったりしますよね。そんな中でですね、まあ、ホラー映画なんですけれども、ホラー映画っていうのはなかなかこのアカデミー賞からは好かれてないと言いますかね、まあ、投票というものがあるの、あの、アカデミー賞会員のね、えっ、ー、と、投票によってね、アカデミー賞ってこう、結成られるという、まあ、本当に投票制度、まあ、いわゆる人気投票みたいなね、ところがあって、まあ、審査員がね、あの、普通の映画祭だとね、えっ、ー、と、審査員が、 いてですね審査員がこう決めていくっていうところがありますけれどもそうではなくてねあのまあほんに純粋な投票ですよね投票に基づいてですねこのまあ賞をね決めていくっていうのがまあ一つのねアカデミー賞の伝統なわけですよね、まあ、そんな中でですねあのホラー映画についてですねなかなかこの、ね、アカデミー賞は取れないというような伝統っていうのは昔からあるわけですよねでその中でもですね、まあ、監督ですよねあのいろいろなホラー映画を中心とする監督もいるわけですけども 当然、あのまあ、監督賞が取れないということになっていくので、まあ、そういったことで、ですね、まあ、今回はですね、えーとまあ、いわゆるこうアカデミー監督賞にノミネートされなかった、まあ、監督としてね、まあ、あの最終取らなくてもね、少なくともノミネートされるだけでもね、アカデミー賞ってすごいので、まあ、そんな中で、ですねあのノミネートされていない監督の中で、ですね、まあ、偉大なホラー映画監督っていうのをこう10人ということで、ですね、まあ、10人ほど、ね、説明しながらですね、 まあ取られない原因といいますかね、そんなところをちょっと探っていくっていうほどでもないんでしょうけども、ちょっとそういうことでもないんでしょうけども、ちょっとそういうことでお話をしてみたいと思います。はい、えー。ということでね、あの、まあアカデミー賞というのはまあホラー映画のジャンルに、こう、なかなかね、あの、親近、親和性がないというところですけれども、まあそれについて今回ね、お話ししてみたいと思います。はい。えー、と、アルジェント研究会のチャンネルではですね、まあこのような形でですね、まあホラー映画だったりですね、まあダリオ・アルジェントの作品が中心になりますけれども、えっ、ー、と、 ちょっとね、変わった切り口だったりね、一歩踏み込んだ立場からですね、考察をあの加えてみようという形でですね、チャンネルを運営しておりますので、ぜひですね、チャンネル登録がお済みでない皆様はですね、チャンネル登録の方をしておいていただければと思います。はい。えっ、ー、と、それでは行きたいと思いますけど、えっ、ー、とですね、アカデミー作品賞ということからするとですね、ホラー映画ってあったのかなというふうに考えてみるとですね、 ええと、一応あったのが1991年のですね、羊たちの沈黙にまで遡るという形になるんですよね。もう91年ですからもう30年以上前ってことになっちゃうんですけどね。ええー、と、ま、そこがアカデミー作品賞を受賞したということで、まあ、それが唯一のホラー映画ですかね。まあ、羊たちの沈黙が純粋なホラー映画かというとね、まあ、一般的に一般受けされてるんで、純粋なホラーというかあの、まあ、ホラー映画近接というふうに言ってもいいのかもしれませんけどね。まあ、そういったあのホラー映画風味の 提出のある作品ですよね。まあそういったことからするとね、まあ唯一のものではないかなと思うわけですよね。で、まあそんな中でですね、あの、まあ羊のたちの沈黙はまあ偉いということにはなるんですけれども、それ以来ですね、まあなかなかね、ホラー映画というものはアカデミー賞、作品賞。 という形にはね、入っていないということになっていくわけですよね。まあ、そんなところによるとですね、やっぱりこう、ホラーという世界でこう活躍している映画監督っていうのもたくさんいるわけですけれども、まあ、その中でですね、まあ、当然撮れないということになってくるので、なんかね、ちょっとこう、ホラーって、アカデミー賞とかね、賞レースっていうことからするとね、あの罰が悪いなっていうのがありますよね。まあ、本当に、例えば SF なんかも同じですけどね、SF、まあ、スター・ウォーズだったりね、なかなか撮れないということになってね、まあ、スピールバーグもですから、あのジョーズとかね、 あの未知との遭遇とかではね、なかなか取れないというかね、あのですけど、まあ、その後のねシンドラのリストとかね、まあ、どちらかというと、そういうあのヒューマンドラマとか、そういった形にならないとね、あの賞は取れにくいのかなっていうのはありますしね、まあ、いろいろな道がある中でね、まあ、ちょっとホラーだったりね、SF っていうのは、こうなんつうかな、あのそう賞レースからするとこう、こう、疎外されてるのもらってありますよね。まあそれはあの なんすかね、芥川賞とかね、直木賞とか言ってる賞,賞でも同じですよね。なんかね、ホラー小説がね、芥川賞を取るとかね、そういったものってのは非常にこう、なんつうかね、いわゆるこう、まあ、ジャンルも違うのかも、ジャンルもね、その、あれなの、ちあの違うといえば違うのかもしれませんけれども、あの、なんかね、ちょっとやっぱり、ジャンルによるこうバイアスみたいなのがかかってるって感じがしますよね。そんな中でですね、えっ、ー、と、まあ、10人ね、今回挙げていきたいと思います。まあ、10位からということでですね、えっ、ー、と、いきたいと思いますけれどもですね、 あのまあ、す,すごいと読まれながらもねあのアカテ、アカデミー賞には縁がないということからすると、ということで、今回ね、10人ほど、えっ、ー、と、これね、あの、えー、挙げさせていただきたいと思います。こちらね、あのまあ、参考する、参考とした記事がありますのでね、まあ、その辺は、あの、説明欄の方にねはあの、貼っておきたいと思います。はい。で、まずね、10位ということで、えっ、ー、と、こちらがあのマイク・フラナガンという監督なんですけれども、えー、とご存知でしょうかね、マイク・フラナガン。 ええと、まあ、あの、マイク・フラナガンというと、まあ、映画、まあ映画であるんですけれども、メインとなるのが、やっぱりこう、テレビのシリーズというかね、あの、テレビのシリーズで、むしろ、えー、名を馳せてる感じがしますので、まあ、直接ね、劇映画、劇場用映画というよりも、例えばね、あの、えー、テレビシリーズであったり、このネットフリックスとかね、そんなところで見るというか、いわゆるこう、テレビ向けで見る方がいい監督ではあるのかもしれませんけれども、非常にね、あの、今日のホラー映画、 の分野においてはですね、非常にこうね、名を挙げている監督だというふうに言ってもいいかと思います。本当にね、あの、なんですかね、あの、ホラーとかね、そういうとこと言うとこう、こう、驚かせるっていうんですかね、あの、バーンとね、なんかこう、急に出てきて音楽をかけると、音をかけるとかね、すごい音でやればびっくりするというかね、まあ、ありますよね、こう、急になんかこう、あの、なんですかね、いわゆる殺人鬼がこう、パッと画面上に現れるとかね、そういうやり方っていうのは非常にこう、ホラー映画の、 まあ一つのね、あのテクニックであるんですけどね。まあそこはね、最近なんかこう、ジャンプスケアという言葉を使ってね、こう、別紙の体調っていうかね、ジャンプスケアを使うとかね。まあちょっと、そういう言葉を使ってね、あの、いう、あの、評論家の方も多いですしですね。まあジャンプスケアって言葉ね、最近使われているといまあ昔から、まあキャリーとかもそうですけどね、ジャンプスケアっていうのはありますけど、まあそれを対応するっていうとね、本当にこう、バカっぽく見えるっていうかね、そんな形で,ですよね。まあ誰々じゃなくてもね、決してあの、ジャンプスケア使ってないわけではなくてね、あの、 サスペリアパート2のあのリモコン人形はジャンプスケアかどうかとかね。あのいろいろ悩むところはありますけどね。あとまあ鏡に映る犯人の顔なんていうのもジャンプスケアなのかなというと、えー、ジャンプスケアであったり、ジャンプスケアじゃなかったりっていう感じはするかもしれませんけどね。もっとながらね、あの、まあ苔脅かしみたいな、こうね、突然、唐突にこう現れたりね、音を大きくしてびっくりさせるとかね。そんなのはこうジャンプスケアといってね、まあむしろそれを推奨するというよりも、ちょっとこう、 安直な演出っていうんですかね。まあ、そんな形でこういう、そういう文脈で使われる言葉ではあると思うんですけども、このマイク・フラノガンはですね、この安っぽいジャンプスケアをあんまり使うというよりもむしろね、登場人物のこの心の闇というかね、そんなところをこう掘り下げるというような、どちらかというとゆったりしてるというかね、テンポが速いというよりも、 まあこう、ゆったりとしてね。まあだからシリーズものというのにも適してるのかもしれませんけど、ぎゅっと詰め込んでこう、びっくりさせてね、こう、疲れさせるというような、そういうようなこう、故おどかしのホラーというよりも、あのどちらかというとね、こう、内面からじっくり来るっていうかね、じっくり怖がらせるようなホラーをね、制作することが多い監督ということで知られているわけですよね。まあ特にですね、まあスティーブン・キングの多くの小説だとか、短編小説を含むですね、まあそういう、あの、いわゆるこう、えー、本案といいますかね、そういうあの、いわゆるこう、アダプテーションですよね。 そんなことをやるのにはね、すごく、あの、才能のある人物だというふうにね、一般的に言われてますよね。まあ、あの、そんな中でですね、あの、まあ、こう、テレビのシリーズということで、まあ、The Haunting of Hill House というような、あの、あのまあ、テレビのね、連続の、まあ、ドラマであったりですね、The Haunting of b r a g h m a n a というね、あの、まあ、ちょっとタイトルがね、カタカナで長いんですけども、まあ、そんなものだったりですね、あとはこう、真夜中のミサっていう作品がね、あの、こちら、ネットフリックスだったかな、 で、流れてると思いますけども、あの、ま、あ主要なね、ノミネートをね、やっぱりこう、テレビの作品でも、あの、獲得できないということですので、ま、ああの、なんですかね、エミー賞。まあ、テレビのね、ドラマだとエミー賞というのが、あの、米国の方にありますけども、まあ、こちらもですね、エミー賞取れてないんですよね。なんていうことからするとですね、まあ、あいわゆるね、オスカーですよね、あの、アカデミー賞だと、こう、ホラーバイアスというかね、あの、ホラーに対する少しね、こう、ちょっと偏見って言いますかね、 あの、低く見るというのがありますので、エミショー賞の方でもですね、まあこういったあの、比較的ね、よく知られているあの、えっ、ー、と、ホラー、ドラマですね。まあ、こちらについても取れてないっていうのは、やっぱりこうね、やっぱりこう、テレビの世界でもね、やっぱりこう、ホラーに対するこう、なんすかね、一つのバイアスみたいなのがあるのかなっていうふうに言われてますよね。はい。ということでね、あの10、10位ということで、マイク・フラナガン監督。 ということでね。まあ、テレビの方でエミュー賞も取れてないしね、アカデミー賞も当然取れてないということになるので、ちょっと残念だなということになりますよね。はい。で、次、9位に行きたいんですけれども、9位があの、アリアスターですね。アリアスターはね、もう、ファンは多いかなと思いますしですね。アリアスターの作品とこうね、あの、ホラー映画史には残るような作品撮ってますよね。まあ、本当にね、あの、キャラクターというかね、 魅力的なキャラ、あの、登場人物もね、ちょっとこう、魅力的というか、ちょっと変わってるっていうから、ちょっとこう、ぶっ飛んだようなキャラクターが出てきたりしますしですね。あとは、あの、まあ、映像的にもね、すごくこう、こう、突き刺されるというか、ね、あの、この、すごく、ビジュアル的にね、優れてるような部分もあったりですね。あとは演出の凝り方というか、らそんなところもありますので、アリアスターというのは、まあ、要するに、あの、今の流れで言うとね、A24 って言いますから、まあ、A24 っていうね、あの、まあ、ま、 えっと、まあ、そういう世代っていうかな、あの、今のね、流れとしては A24 の作品というのがね、すごくやっぱりせ、世界、世界っていうかな、映画、映画のとりわけで、ね、その、ホラー系だったり、こう、サスペンス系のね、映画の、まあ、怖、怖い映画っていうかな、そんなところのね、あの、世界をこう、あっ、石鹸しているというふうに言えますよね、A24 はね、え、あの、A24 って言った方がいいんですかね。あの、まあ、A24 世代というふうに言っておきたいと思いますけども、そことでね、やっぱりこう、アリアスターっていうのは、この、まあ、その中でもね、 あの、すごくこう、イノベーティブって言いますかね、すごくこう、新しい映画を作っていく、まあ映画制作者の中の一人だとは思うんですけども、まあその中でもですね、なかなかね、うまくいかないというか、こう、あの、アカデミー賞の世界では大きな評価が得られてないとは言えるんですよね。例えばヘレディ、ヘレディタリーですよね。だとか、あとミッドサマーですよね。まあこちらはすごくね、やっぱり両方とも傑作ですしですね、まあ映画、あの、もう本当にね、最近のホラー映画のベスト10とかっていうと、ヘレディタリーもミッドサマーもね、 おそらく両方とも入るんじゃないかというような気がするんですよね。もう非常にこう、ゾクッとするというかね、あのー、エレディタリーも怖いですし、あの、ミッドサバーもね、なかなかエグいですよね。というか、ちょっと中身に触れるとあれなんで、あれですね。まあ、そんな形でですね、すごくこう、繊細な作品であるかと思うんですよね。で、非常にですね、あのー、なおかつ受けもいいと言いますかね、あの、観客からもすごくす、すごいと言われてるし、まあ、批評家からもですね、決してこう、 国評ではなくてね、むしろ、評価からも好意的に受け入れられてる作品だと思うんですよね。もう本当にも、もはやね、あの、歴史に残る古典といってもいいような風格をもうすでにね、この段階で出してますよね。そんな中でもですね、あの、こちらのね、ヘレディタリーも、あの、ミッドサマーもですね、まあ、オスカーで一度もね、どこのところにもこう、あの、ノミネートね、されてないということになるっていうことで。まあ、ちょっと残念ですね。まあ、ちょっと、ちょっとくらいかすってもいいのかなって感じはするんですけどね。まあ、ちょっと、えっ、ー、と、一度もね、ノミネート。 できてないと。あの、ぬくめるとすれなかった作品だということですよね。まあ、そんな中でですね、あの、なんですかね、あの、アリアスター自身もね、どっかに入り、あの、まあ、監督賞としてね、入ってほしいなというのは当然あるんですけども、それだけではなくてですね、まあ、この、えっ、ー、と、アリアスターが入らないということと同時にですね、まあ、このキャストスタッフですよね。ですから、ここに関連したね、 あの、スタッフとかでもですね、なかなか撮れにくいということで、まあ、あの、ヘレディタリーでの、まあ、あの、えー、コニトレットですね。あの、この役者のね、コニトレットもすごい演技してますしですね、ミッドサマーもですね、まあ、衣装だったりですね、このやっぱりこう衣装がやっぱりこうすごい映画でしたしですね、メイクアップもやっぱりね、す,すごいですけれども、まあ、そういったね、あの、スタッフたちもですね、あの、なんか、あの、そういったところに入らない。まあ、少なくともあの、ホラーだとね、ホラーだったり SF の場合ですね、 あの、作品賞とかね、監督賞とかは取れなくたとしてもですね、まあちょっと、いわゆるこう、地味な賞ってありますよね、あの、えっ、ー、と、特殊効果賞とかね、あの、そういったところにもうまくね、入れなかったということからするとね、やっぱりこう、ホラーバイアスみたいなのがあるのかなということで、まああの、歴史に残るね、あの、作品にもか,かわらずね、まあこのアリアスターが取れなかったというのはやっぱりこう、ちょっとね、納得できないなっていうのがこう、ホラー映画のファンからの意見ではないかなっていうかな、 ことであるかなと思いますよね。はい。えー、ということで9位ですね。で、次がね、8位に行きたいんですけども、8位が、えっ、ー、と、ダリオ・アルジェントということになります。まあ、ダリオ・アルジェントね、あの、まあ、イタリア人の監督なので、まあ、オスカーと関係ないのかなと思うかもしれませんけど、オスカーって基本的にこう、外国語映画賞とかってありますけど、英語で作ればね、あの、オスカーで、あの、アメリカで公開されればですね、あの、オスカーの、まあ、あの、候補にはなるということになりますので、まあ、ダリオ・アルジェントの作品もね、あの、アメリカの方では公開されてますのでね、あの、基本的にはね、 あの、オスカーに入ってもおかしくないということであるんですけども、やっぱりある、あの、ダリオ・アルジェント自身ね、あの、アカデミー賞とは無縁ということになりますよね。アカデミー賞、あの、1940年生まれでね、もう、えっ、ー、と、2023年の9月には83歳というね、えー、もう本当に監督ですけれどもですね、やっぱりずっとね、ダークグラスも撮りましたしですね、まあずっとね、まあ未だに現役だというところからするわけですよね。で、非常にですね、1960年代に脚本家70年代からね、 映画監督として、こうね、名を馳せていってですね、こう本当にね、あのー、名作っていうのは多いです、大きいですよね。まあ、サスペリア、ディープレッドというね、サスペリアパート2だったり、インフェルの、シャドウ、フェルミナね、オペラたちのカス等ですね、本当に素晴らしい作品ね、あの、喜びの牙なんかもね、すごくアメリカでの評価は高いですしですね、まあ、非常にですね、あのー、大きな評価を受けている。特にですね、あのー、 えっと、公開当時よりもやっぱり今の方がね、すごくやっぱりこうね、評価、再評価の流れってのはすごく高まってると思うんですけども、まあ非常にね、あのー、アルジェントっていうのはまあ無感だということですよね。まあちょっとね、あの、同時代的に見るとこう、評価しに,くしにくい監督であると思うんですけども、まあ、例えばね、サスペリアパート2、1975年ですよね。で、サスペリアね、77年。まあ、これはね、あの、当時の、当時はどっちかっていうと下手者と言われたのかもしれませんけれども、今ではね、 まあ、いわゆるホラー映画の古典というふうに見直すこともできますしですね。まあ、そんなところとですね、やっぱりこう、ホラー映画のこう影響ですよね。ですのでね、例えばギ,ギレルモデルトロなんていうのね、アカデミー賞と、取ってますけれども、まあ、こういったあの、現代のね、あの映画、フィルムメーカーにたちにですね、まあ、非常に影響を与えている監督だとも言えるんですよね。ですのでね、まあ、例えばこのギレルモデルトロに強い影響を与えていたりね、まあ、例えばタランティーノなんかもこう、 アルジェントに対してはね、すごく敬意を持っているようなことがありますのでですね。まあそういったことからしてもおかしくないということになるので、まああの、特にね、その、ダリオアルジェントの映画自身がね、まあそこの賞に値しないとかっていうことではないと思うんですよね。まあそんな高かかたたらするとね、ダリオアルジェントってこと、例えばね、何らかの賞ですよね。あの、賞としてなんですかね、その作品単品というよりもね、例えば、いわゆる名誉賞的な位置づけですかね。例えばこう、えー、あれですよね、あの、遠慮を盛り込んもね、あの、 アカデミー賞ではね、名誉賞という形でですね、あの、生、涯の業績に対して、あの、賞をね、授与されてますのでね、まあ、ダリオ・アルジェントもね、あの、名誉賞とかね、ライフタイム・アチーブメント・アワードみたいなのが、あの、あれですよね、あの、アカデミー賞からもらってもいいのかなって感じはし、個人的にはしますけどね、なかなか難しいんでしょうかね。そんなところでね、あの、まあ、どちらかというとね、あの、アルジェントっていうのはこう、映画の賞にはね、無縁な方だなっていう感じはしますよね。まあ、特にね、あの、 えっと、ルカダ・ガダニーなんていうのはね、すごくいろいろな映画が残っていて、どちらかというと評価高いって言いますかね、そういうショーレースなんかでは評価高い監督ではあるんですけれども、このサスペリアですかね、あの2017年のリメイクですね。こちらについてはね、全くこう、もう橋にも棒にもか,かすりもしなかったっていうかね、あのアカネメージをおからすると全然かすりもしない作品なんでしたのでね、まああれは出来が悪かったっていうふうに言うこともできるのかもしれませんけどね、ちょっと残念な感じしてね、あの、いうことですよね。はい。 ええ、ということで、えー、っと、今のが8位ですね。はい。で、次は7位に行きたいと思うんですけども、7位、えっと、サムライミですね。サムライミはね、あの、資料の腹渡で、やっぱり、資料の腹渡特に、第1作、2作目、3作ということで、まあ、3部作と言ってもいいでしょうかね。あのー、まあ、ホラーのジャンルの中ではよく知られている監督でね、まあ、サムライミが出てきた時には、この資料の腹渡っていうのが、日本で公開された時はね、制作年代より少し遅れてね、まあ、ちょ、少しというか、かなり遅れて公開されたわけですけども、あれはちょっとすごいなと、 あの、思いましたね、その当時ね。まあ、それほどね、あの、すごくパワフルなね、若いけれども、すごいパワフルなね、あの、ホラー映画作りがいると思ったのが、このサムライミーだったわけですけどね、本当にすごい力強い作品でしたよね、資料の腹渡ね。で、まあ、三部作でね、まあ、そこで、あの、ものすごくね、あの、まあ、その映画だけではなくて、ね、まあ、非常にインディペンデントホラーのあり方というのを変えてしまったのも、この資料の腹渡だというふうに言われてますね。特にあの、まあ、観客の需要って言いますかね、観客がいかにね、 このホラーを受け入れるのかということと、あと、まあ、いわゆる配給のあり方ですよね。ディストリビューションというふうに英語で言いますけれども、その映画配給のやり方を、ね、根本的に変えてしまったのが、この資料の腹渡というふうにも言われてますので、まあ、非常にね、この資料の腹渡三部作ですよね。こちら、あの、まあ、非常にその当時からね、影響の、影響力なったシリーズだということになりますよね。まあ、その他ね、あの、まあ、だサムライミはね、いろいろとこうね、ホラーを作ってるわけですけれども、まあ、こういったね、あの、いろいろな、 あのことをや、まあ、スパイダーマンなんかもね、あの、非常にね、こう、売れてからというかね、あの、いう作品、あの、売れてからこうね、やっぱりこう、対策も手がけるようになっていきますけれども、まあ、非常にこういういろいろなね、あの、まあ、ホラーというか、こう、そういうジャンルのね、まあ、いわゆるジャンル作品ですね。まあ、これを非常にね、多く撮っているにも関わらずですね、まあ、最優秀監督賞ということからするとね、ベストディレクターという形にもノミレートすらね、されてないということでね、サムライミも、 候補にもなってないわけですよね。そんなところはちょっと残念だなと思いますけどね。まあ、ちょっと娯楽職が強すぎるっていうのもアカデミー賞あるのかもしれませんけども。まあただね、まあアカデミー賞ってそういうもんでもないんでね、あの、売れてたら売れてたらいいじゃないかっていうのはあるかもしれませんけどね。まあちょっと侍味はね、はい、入れなかったって感じですよねで。特にですね、サムライミってホラーだけではなくてね、あの、例えばスポーツ、あの、のね、野球の話のですね、あの、The Love of the Game という映画ありますよね。あの、まあちょっとなんか、Field of Dreams に近いようなね、まあ、あの、主演俳優も共通してますけどね、ラブ・オー・ザ・ゲームだったりですねあとは、まあ、ギフトというね、あの、どちらかというと超常現象を扱った作品だったり、あとは、シンプル・プランというね、あの、あの、犯罪スリラーもありましたけど、まあ、まさにね、まあ、ホラーというか、純粋ホラーだけじゃなくてね、まあ、そういった観察領域の映画もたくさんね、撮ってるんですけども、まあ、こう、分野っていうかな、そうるに、あの、ホラーだからではなくて、ホラー以外の分野でも、なんですかね、あの、 もうたくさん撮ってるんですけれども、このサムライミーに関してはね、えっ、ー、と、オスカーのノミネートということで、オスカー候補にはなってないということでですね。まあちょっとこう、まあアカデミー賞が全てってわけではないんですけどね、ちょっとこうね、サムライミーはちょっとかすってもいいのかなって感じはね、しますよね。はい。で次は6位に行きたいと思いますけども、えっ、ー、と、6位がですね、えっ、ー、と、トビー・フーパーということになります。まあ、トビー・フーパーっていうのはね、こう非常にこう問題作だったり、なんていうんですかね、あの、えっ、ー、と、 なんていうのか話題作っていうのがあの、要するにこう、問題作っていうのをね、あの、作ってる監督だと思いますので、なかなかこう、難しいところあるかと思いますけれども、えっ、ー、と、なんでしょうかね、あの、1974年ですね、悪魔の生贄でね、すごくこう、話題作といいますかね、すごくこう、暴力的なね、作品を撮った監督であるんですけども、えっ、ー、と、まあ、トビー・フーパー、その後、いろいろとね、あの、すごい才能が現れたってね、悪魔の、 イケニエね、悪魔の沼、その後のこう、いろいろなね、あの、いろんな作品がありましてですね、あと、ポルターガイストだったりね、あのー、なんですかね、あの、スペースパンパイアとかね、まあ、いろいろな映画を撮ってるんですけれども、非常にね、あのー、こういったところでですね、あの、スカーのところから評価を得ることなくね、あのもうすでにね、お亡くなりになっているということですよね。で、まあ、非常にね、あの、トビー・フッパーっていうのはこう、なんですかね、まあ、そういった、どちらかというとこう、パワフルな作品でですね、賛否両論みたいなところがあるんですけども、 まあ非常にね、あの、評価っていうかな、評価からの評価というのは、まあ、決して低くないんですよね。えー、と、悪魔の意見に2っていうのも、こう、なんか2番戦士、あの、2にしてはかなり良かったですしですね。やっぱりこう、スピルバーグ制作のですね、ポルターガイソトですね、1982年。まあ、あちらなんかもね、まあ、ホラーであるようにちょっと過小評価されているところあるかと思いますけれども、まあ、非常にね、あの、立派な作品であるんですけども、トビー・フーパーは、えっ、ー、と、それなりのね、名跡を残したにもかかわらずですね、 なかなかね、世の中に残らなかったという、ショーの面ではね、残らなかったというのはちょっと残念な感じがするなーっていう感じがしますよね。はい。えー、ということで、ね、6位がね、トビー・フーパーということになります。で、次は5位に行きたいんですけれども、5位はね、あの、ちょっとこう、少し時代を遡ってですね、ジェームズ・ホエールということにしたいと思います。で、ジェームズ・ホエールの監督作品はですね、まあ本当にこう、古典的なね、ホーラー作品というのが多いわけですよね。そんな中でですね、まあ映画史上の作品と、 いうことからするとですね、まあ、ジェームズ・ホレイルの監督作品の中の抜粋みたいなものはね、まあ、必ず入ってくるというふうになるわけですけども、えっ、ー、と、なかなかね、非常、あの、映画史上の中でもですね、こう、映画史に残るホラー映画っていうのは撮ってるんですよね。例えば、フランケンシュタイン。そして、あの、透明人間もそうですよね。で、あと、フランケンシュタインの花嫁というような、えっ、ー、と、作品を撮ってますので、まあ、本当にフランケンシュタイン透明人間、フランケンシュタインの花嫁というと、まあ、 映画史上のね、あの、ホラー映画史上に残る映画3本。まあ、メス、傑作ですよね。で、その他にもね、いろいろ撮ってるんですけれども、えっ、ー、と、ジェームス・ホエール自身はね、ちょっと、ジェームス・ホエル自身もね、ちょっとこう、本当に電気映画になりそうな人物ですね。まあ、実際に、ジェームス・ホエールを描いたね、あの、映画作品もあるんですけれども、なかなかね、あの、アカデミー賞とは無縁だったということになりますよね。で、えっ、ー、と、ジェームス・ホエールって言うと,と、そういうね、あのどちらかというと、フランケンシュタインとかね、透明人間というそういう、なんつかね、いわゆる、 ホラーだったりね、その SF チックな作品というのが、えっ、ー、と、まあ印象的なんですけども、決してそうではなくてね、それだけではなくて、こう一般的な作品ね、例えばあの、1936年であれば、消防とですね、だったりですね、あとね、あの、いわゆるアカデミー釈進賞を取った映画にですね、西部戦線異常なしという映画があるんですけども、まあそれはあの別の監督なんですけども、それの続編的な位置づけですね、 ね、1937年に撮ったですね、ザ・ロードバックという作品があるんですね。まあ、こちらの、の日本で、ね、公開されてなかったと思いますけれども、まあ、そういう形でですね、あのまあ、戦争映画だったりこう、なんてミュージカル系の、ね、ものだったりですね、まあ、いろいろなね、あのいわゆるこうホラージャンルでない映画も撮ってるんですけども、そっちらの方もですね、特にアカデミー賞には、えー、とノミネートといいますかね、かすってないので、やっぱりちょっとねあの、ホラーのイメージというのがあるのかなというのと、ちょっとこう人間的にね、いろいろとね、あったのかもしれませんけどね、まあ、ちょっといろいろとね、 ウヨ曲折があるような、まあ、映画監督だったのでね、まあ、なかなかそれは難しかったのかなと思いますけど、あの、ジェーム・ソレイユってね、ちょっとやっぱ作品のなんつかね、古典的な名作がある中でね、なんかこう、かすってもいいのかなって感じがしますよね。はい。で、それが5位ということで、まあ、次が4位に行きたいと思うんですけども、えっ、ー、と、4位がですね、うん、ウェス・クレーブンなんですね。で、ウェス・クレーブンはですね、やっぱりこう、ま、ほら、ちょっとこう、なんとか、あすごい作家主義という感じがしないのでですね、なんつかね、その、うん ファンの層というのが分かれる感じですね。まあ本当はダリオ・アルジェントとかね。あの、ジョン・カーペンターとかね。まああの、まあ本当にトビー・フーパーとかサムライミとかっていうのはこう、あとは、あとはデビッド・クローネンバーグとかね。まあそういうあの、えっ、ー、と、根強いファンがいる監督というよりもこう結構手堅くてね、あのシリーズ化されているような監督がだったりするんで、なかなかこうね、あの、こうなんか手堅いのかこう、すごい飛び抜けた個性っていうのがあるかどうかっていうのはちょっと、 微妙なところであるんですけれども、まあ非常にね、あの、優れてるホラー映画を撮る監督だと思いますしてす、ね、私も決して嫌いじゃないというか、むしろすごく好きな監督なんですけどね、まあ、ただ特徴がないっていうんですかね、ウェスクレーブンのファンとかね、熱狂的なファンというのはなかなか、あの、ありづらい感じはしますけれどもね、あの、まあその中でですね、ウェスクレーブンというのは、あの、やっぱりこう、シリーズものですよね、そこのシリーズ映画というか、ホラーのシリーズを、 あの、作ったというね。まあ、だから、どちらかというとキャラクターですよね。このホラーのキャラクターというのを、造形というのはすごくたけてる監督だと思うんですよね。まあ、例えばですね、えっ、ー、と、スクリームだったりするですね。スクリームシリーズですよね。あの、スクリームっていうのも本当にホラーを、第一作なんていうのはね、ホラーに対するオマージュがたっぷりの作品ですけれども、まあ、あれはずっとね、ホラーあのスクリーム自体もずっとシリーズで作られてますよね。まあ、近年になってもね、新たなものが作られ続けているということからするとね、やっぱりこう、あの、設定だったりね、 あの、いわゆるこう、殺人鬼のね、えーまあ、造形とい言いますかね、キャラクター喪失というのはすごく長けてた監督だと思うんですよね。で、もう一つが、エルム街の悪夢ですよね。エルム街の悪夢もやっぱりこのフレディ・クルガーっていうかね、あのフレディのね、あの、印象的なこう、借金っていうかね、あの夢の中だけのところとあの、造形ですよね。あの、キャラクター設定というのもなかなかすごくね、あの、素晴らしいものがあると思います。まあ、ずっとこれもね、シリーズ化されて、 ずっと作られてきたわけですよね。そんなところからするとですね、あのー、なんかのね、形でこうね、残ってもいいのかなと思いますけど、まあ、そういうことがないままね、スクレームはお亡くなりになってしまいましたけどね、賞が取れないというかね、まあ、アカデミー賞だけが全てではないですけどね、まあ、そんな中でね、あの、スクリーム、えー、まあ、どっち、どっちが先ほどエルムガイの悪夢、スクリームですかね、まあ、そういうところが、まあ、あのー、まあ、その、 二作に関してはね、全くこうアカデミー賞とはまあ無縁なわけでしたけども、まあ、ただね、まあそれがなくたとしてもね、あのまあホラーシリーズ、すごくね、ずっとこう長年にわたって撮り続けられているね、この二つのシリーズをね、想像した、まあクリエイターとしてね、あのウェスキレーブンの名前はね、こう永遠に残るんではないかなと思いますよね。そんなとこでね、まあその辺はまあアカデミー賞の先見性っていうかね、あのまあ見る目のなさというかね、そんなところがあるのかもしれませんね。はい。 で、次が、えっ、ー、と、3位に行きたいと思いますけど、3位がですね、えっ、ー、と、テレンス・フィッシャーということになります、まあ。テレンス・フィッシャーはですね、えっ、ー、とですね、まあ、イギリスのね、あの、特にハマープロの映画のね、作品でこう有名ですけれどもですね、まあ、非常にね、あの、ホラー映画を作る手、手堅いというのがね、まあ、職人芸っていうんですかね、まあ、そんなところ手腕をね、まあ、ただなんですかね、あの、すごく作家性というよりも、こう、古典的なね、 えっと、文学作品の、こう、キャラクターをね、見事な形でですね、まあ、ホラー映画化したというところには、すごく初期人間的な手腕を発揮した人物だというふうに言えると思います。まあ、特にですね、えっと、1958年のあの、吸血鬼ドラキュラですよね。まあ、これはドラキュラというね、キャラクターですよね。そして1957年の方はあの、フランケンシュタインですよね。フランケンシュタインの逆襲という映画を撮ってます。そしてですね、1959年にはあの、ミイラの幽霊という作品をね、撮ってますけど、これあの、いわゆる、 ミイラですよね。あの、いわゆるマミーっていうかな。あの、なんですか。えっ、ー、と、その後はこう、まあ、ミイラ、ミイラですよね。ミイラっていうことで、あの、まあ、あの、ハムナプトラっていう映画でですね、まあ、あの、リメイクもされてますけども、まあ、そういったことからするとね、ドラキュラ、フランケンシュタイン、えー、ミイラ、ミイラ男っていうんですかね。まあ、そんな男からすると古典的なキャラクターですよね。まあ、こちらがあの、まあ、要するに、小説に出てくる古典的なキャラクターをですね、あのー、まあ、古典的な映画にするということからするとね、まあ、そこの、 キャラクターを形作った人物とも言えるんですね。フランケンシュタインとかドラキュラというと、ああいうイメージというかね、あの役者さんもそうですけども、役者とこうあの、いわゆるこう、外見のキャラクターってね、そんな形だっていうのがこう、いわゆる定石を作ったっていうんでしょうかね。まあ、ミイーラー男もね、あの、ああいう,こうイメージ通りのね、要するに映像化されたっていうかあの、いわゆるこう小説だと、ドラキュラとかフランケンシュタインっていうのはまあ小説であったわけですけども、必ずしもね、この外見とか外観というのはこう、はっきりしてなかった、小説ゆえにね、 あの、はっきりしてないわけですけども、それをこう映像化してね、まあそういう映像、まあ、例えばこの、フランケンシュタインであればね、こう、多分皆さん、フランケンシュタインのイメージって思い浮かぶと思いますですね、ドラキュラといえばドラキュラのイメージって思い浮かぶと思うんですよね。まあ、ダリワル・チェントのドラキュラっていうのはちょっと例外で、あの、ちょっと違うんですけれども、まあドラキュラのイメージとかね、そんなのがあるし、まあ、ミイラ男も、まあミイラ男って言えばあんな感じだなっていうのがわかると思うんですけども、まあそういうあのビジュアルですよね。ビジュアル化したというところで、やっぱりテレンス・ミッシャーのね、 こう定石というかこう、古典を作ったというところでは広くね、あのー、まあ、評価されるべき監督ではあると思うんですよね。で、そんなところでですね、あのー、ある意味ね、あの、映画、映画というかまあ、ホラーというよりも怪奇映画ったでしょうかね。まあ、そんなところの石を作った監督だと思いますけども、まあ、ちょっとね、アカデミー賞にはですね、すごく、えー、縁がなかったということでですね、なかなか難しいということになりますよね。はい。 で次は2位に行きたいと思うんですけども、2位がですね、デビット・クローネンバーグを挙げたいと思います。まあ、デビット・クローネンバーグはね、もうカナダの監督ということで、まあちょっとアメリカ出身ではないのがね、ちょっとあれなのかもしれませんけれども、やっぱりね、あの、デビット・クローネンバーグというと、どちらかというと、この人体のこう改造とかね、そういったところのホラーとかね、まあちょっと人体のか体がこう、異変を起こすみたいなホラーっていうのイメージがあるかと思いますけれども、まあただね、あの、そういうあの、まあ、 恐ろしい映像だけではなくてね、むしろこの、えっ、ー、と、社会問題とかね、そういったところにも関わるようなね、あの、批評的な映画というのも撮ってるわけですよね。まあ、例えば、あの、文化だったりね、あの、メディアの集中問題とかですね、あとは、まあ、階級ですよね。階級の問題っていうのありますよね、あの、クラスの問題とかね。あとは、あの、まあ、トキシックマスカリニティっていう言葉を使うんですけれども、まあ、あの、男らしさでもですね、ちょっと行き過ぎた男らしさの、有害な男らしさっていうふうに訳す。 ことが多いんですけども、トキシックマスカリニティっていうのは、もう男で、男らしくなければいけないとかね。そういうのありますよ。男は男らしく、女は女らしくとかね。よくそういうむかあの、あの、昔と言いますかね、あの、ちょっと、過去にはね、そういうふうに言われることがあってね、あの、めめしいとかね、そういう言葉も当然あるわけですよね。でそんな中でねあの、男は男らしくなければいけないんだということで、まあ、当然ね、男らしいってことになるとい、 あの、男らしさを見せるために暴力を振るとかね。まあそういったところに行き着くようなことが当然行な、行われてくるということで、まあむしろね、男らしさを強調するということは、こう、暴力的だったりね、雑だったりね。そんなことがあるんで、それはもうむしろね、良くないんではないかというのが、このいわゆるトキシックマスカリニティって言うんですけれども。えっ、ー、と、まあこう、こういった問題とかね、そういった問題についてね、あの、まあ、いわゆるこう、アイロニカルっていうか、あの、風刺的にね、描いているというような、 こともやってるわけですね。まあ、そんなところからするとですね、あの、まあ、あデビット・クローネンバーグっていうのは決してね、ホラー映画の監督だけではないというふうに言うことができるかと思います。そしてですね、あの、もう映画の発展に与えた影響、え、え、あの、影響っていうのはものすごくあるんですけれども、まあ、この監督賞とかね、作品賞にはね、あの、アカデミー賞に関する限り一度もノミネートされたことがないと。いうことなわけですよね。も、ま、う、あ、この辺がね、ちょっとデビット・クローネンバーグ長い、あの、 経歴がある中でね、ちょっとやっぱりこう、ホラー出身だっていうことがマイナスになるかどうかわかりませんけどね、ちょっとこう、やっぱりこう、ショーというもので評価できるような作風でもないのかもしれませんけどね、もう今となってはね、そういったこともあってもいいのかなと思いますね。まあ、ただですね、この、えっ、ー、と、クローネンワーグの中ですね、イースタンプロミスという作品があるんですけども、そこに出てきたあの、主演のですね、ビゴ・モーテンセンですね。えっ、ー、と、2007年の作品でしたけども、まあ、こちらのね、ビゴ・モーテンセンについてはですね、 えっと、賞は取ってないんですけども、主演男優賞のノミネートですね。ノミネートということで、えっ、ー、と、候補にはなったということが、まあ、これが一番ぐらいっていう感じですかね。まあ、そこだけでもね、ちょっとかすったということであればね、いいのかもしれませんけどね。いうことですね。はい。で、それがデビッド・ゴルネンバーグでした。で、最後ね、あの、1位ということにしたいと思いますけども、えっ、ー、と、こちらにはですね、ジョン・カーペンターを挙げたいと思います。まあ、ジョン・カーペンターって言ってね、なんか,あのなんかね、やっぱり、最近も、 なんかね、透明引退状態でね、最近はリモートでね、テレビ番組を演出したっていうニュースがありましたけどもですね、非常にですね、あの、まあ、様々な映画撮ってますね。まあ、決してね、こう、初期の頃はね、低予算だ、あの、こあの大きなね、予算のものは撮ってないわけですけども、特に1970年代から90年代の頭ぐらいまでですね、まあ、も、もはやね、の、カーペンターの映画っていうのはね、あの、私はこう、同時代的にカーペンターの映画って見てるんですけども、 もう今となってはね、もうクラシックの域に入ってきてるって感じがしますよね。もう古典映画の中のね、仲間入りみたいな形になってますけども、非常にですね、あの、まあ、カーペンターの映画っていうのは、あの、よく知られてるというかね、あの、まあ、あ低予算にも関わらずって言ってられですけども、非常にね、あの、特徴的な作品が多かったということですよね。まあ、例えば、えっ、ー、と、要塞警察ですかね。あの、まあ、正式にはジョン・カーペンターのっていうのが入るらしくて、ジョン・カーペンターズですかね。ジョン・カーペンターの要塞警察だったり、あとは、 ええと、こう、まだに、こう、シリーズ化が続いてね、あの、まあ、完結、ザエン、エンドっていうのが、最近ありましたけども、ハロウィンですね。そして、あの、ニューヨーク1997ですね。あとは体、優待、優勢からの、優待じゃない、優勢からの物体 X ですね。これも傑作ですよね。あと、クリスティーンなんてね、あの、自動車がね、あの、意志を持って襲うという話だったり、あと、ゴーストハンターズなんてね、ちょっとこう、変わった作品があったり、あとは、ゼイリブですよね。 あの、いろいろな作品とかね。まあ、こういったあの名作ですよね。こう、ずっとこうね、古びることのないような名作をね、ずっと取ってきたわけですよね。で、そんな中でですね、まあ、ジョン・カーペンターが、えっ、ー、と、アカデミー賞に合うのかというとね、なんか合わないような感じするというかね、あの、ちょっと想像できないという感じがしますよね。あの、なんかこう、ジョン・カーペンターがあの、オスカーのね、アカデミー賞の会場に来てね、あのステージに上がるっていうのはちょっと想像できないというか、あそこでスピーチするっていうのもなんか想像できない感じがしますよね。だからちょっとね、 あの、ジョン・カーペンターっていうのは、なんか、そういうショーっていうかな、まあ、こう、きらべやかなね、ステージのね、こう、お祭りみたいなショーには、ちょっと無縁な感じがしますけどね、こ高の作家って感じしますのでね。まあ、そんなね、あの、なんかこう、カーペンターっていうのは、こう、アカデミー賞とはちょっと合わないような感じはしますけれどもですね。まあ、ただね、まあ、あの、ジョン・カーペンターの映画っていうのは不滅だと思いますんでね、まあ、賞賛を浴びるということは当然あったとしても、ショーということからするとね、 あの、あんまりこう、取るような内容ではないっていうかな、ね、あの、作品が悪いっていうことではなくてね、あの、なかなかこう、ショーというイメージが合わないっていうのがね、あの、ジョン・カーペンターの映画だと思うんですよね。不思議な、あの、作風ですよね。ということで、まあ、ただね、あの、おそらくね、ジョン、あの、アカデミー賞を取った映画っていうのもたくさんありますけども、それよりもね、ジョン・カーペンターの映画っていうのはこう、ずっとね、こう、未来映画に残っていくような気がしますよね。そんな形でですね、まあ、本当に非常に不安の間で愛されていてですね、 あの、まあ、ジョン・カーペンターという名前とですね、あの、彼の作品、撮った作品というのはね、不滅なものだと思いますんでね。まあ、それはだからちょっと B 級テイストがあるとかね、なんとかって言われますけど、そういった言葉で言うとね、あの、他のハワード・ホークスの映画とかね、そういったものだって、こう、決して A 級というよりももう B 級というかね、そういう娯楽映画という、あの、フォーマットで作られているわけですけれども、まあ、その中でもね、いい作品がある。バル・リュートンの作品とかね、例えばこう、キャット・ピープルとかね、 あの、そういった作品もですね、あの、いわゆる B 級のフォーマットで作られてるんですけれども、作られていますけどもね、B 級が悪いってわけじゃなくてね、まあ、いかにもなんかカーペンターという映画もね、やっぱカーペンターの作品、あの、ハロウィンとかね、フォッグとかね、そういったものも決してこう、あの、予算をふんだんに使ってですね、あの、まあ、なんとかセレブとかね、まあ一流俳優が出たり以外では当然ないわけですけども、あの、まあ、非常にね、あの、音楽とかも含めて非常にファンが多い監督ですしですね、まあ本当にこう、演出力、 とかも含めてね、あの、映画を撮ってほしい監督の一人だということからするとね、別にこのアカデミー賞を撮ったから、どうだって話じゃないのかなって感じがしますよね。はい。えー、ということでね、まあ今回ちょっと10人ということで、えっ、ー、とね、あの、ご紹介しました。ちょっとね、あの、名前をもう一回いきたいと思いますけども、えっ、ー、と、マイク・フラナガン、えー、アリアスター、えー、ダリオ・アルジェントですね。そして、サムライミ、えっ、ー、と、トビー・フーパー、ジェームス・ホエール、えー、ウェス・クレーブン、テレンス・フィッシャー、デビット・クローネンバーグ、 ジョン・カーペンタ。ー、まあ、いずれもね、おなじみの名前かなと思いますけども、アカデミー賞とは無縁だということでね、まあどうでもいいやって感じはね、アカデミー賞はなんかどうでもいいやって感じは、当然ね、まあこういった映画のファンだとするとね、思うわけですけれどもね、まあこういったなんですかね、むしろね、だからこういうところに対する、こういう作家に対するね、あの賞というかな、まあ大きな賞というのがむしろできてもいいのかなって感じはしないこともないなっていうのはちょっと思う今日この頃ですよね。はい、えー。ということでね、まあ今回あの、アカデミー賞に えっと、かすりもしなかった <laughs>。えっと、ホラーのね、偉大な監督を十人ということでね、ご紹介させていただきました。まあ、引き続きですね、アルジェント研究会のチャンネルではですね、まあ、ホラー映画についてですね、まあ、あの、ちょっと変わった、あの、あの、なんかね、あの、一つのね、えっ、ー、と、角度からね、切っていくような形なのですね、 えっと、解説なんかも加えていきたいと思ってますのでですね、チャンネル登録まだお済みでない皆様はですね、チャンネル登録の方ね、しておいていただければと思います。はい。えー、ということで、今回以上ということになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。